間に挟まりまして一席お付き合いを願っておきます。蔵前の去る物持ちのご隠居さん、若い頃からお金を貯めるだけが道楽という、年を取りまして、息子さんに寝台を譲って楽隠居ってことになりますが、元よりの倹約家でございますから、新たに隠居所を建てるなんて無駄はしません。どこぞに隠居所向けの格安の物件はないかと探しておりますてえと、根岸に頃合いの物件が見つかりまして、先に住んでいた方がお茶人で、お茶室からお茶道具一式がついて、そこへ貸し屋が3軒ついておりますんで、そこから月々家賃も上がろうという、これはお得だというので、これを買い取りまして、蔵前の店で使っておりました定吉というお気に入りの小僧さんを連れて、根岸の里の詫び住まい。定屋、定吉。へい、何が御用ですか？御用ですかじゃありませんよ。お前は野別表へ出歩いていて、うちの用が足りなくて困るじゃないか。少しはうちにいなさい。どうしてそう表へ出歩くんだ？ただ出歩いてんじゃありません。近所の様子を調べてるんです。ご隠居さんが具合悪くなった時に、お医者様はどこに住んでんのかとか、そのお医者様に手遅れだって言われた時に、葬儀屋さんはどこにあるのかとか、ご近所にはどんな方が住んでんのかな、いろいろと調べてるんです。で、何か分かったのかい？文居さん、この根岸ってとこは蔵前と違って随分寂しいとこですね。寂しいってんじゃない、それを言うなら閑静と言いなさい。実に静かでいいところだ。で、ご近所にはどんな方が？あのお向かいの垣根のある広いお庭のうち、あの前通ったら中からコロンポロリンシャンってんでいい音してたんで、どうなってんのかなと思って垣根壊して覗いたんです。なぜ垣根を壊す？そしたら17、18の綺麗な娘さんが、糸を張ったまな板引っかいてました。いや、そらまな板じゃないから、ことは引っかくではない、調べる。いや、調べてなんかいません、引っかいてました。それも自分の爪だけじゃ足りないってんで、爪の先にまた長い爪はめてバリ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 引っかいてました。なんだよそのバリバリてえな。その隣のうちの娘さんは、花焼きをチョキン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 、ハサミでちょん切った上に針の山へぐっさぐさぐっさぐさ刺してました。なんかお前のものの言いようはおかしいよ。針の山じゃない、剣山だ。花を生けてるんだな、生け花だ。ああ、どちらも風流だな。風流ってんですか？ご隠居さんもそうやって毎日火鉢の前でタバコばっか飲んでないで、なんかやりましょうよ。その風流ってやつ？やつってのがあるか。いや、私もやろうと思ってるものがある。何です？茶の湯だ。ああ、蔵前の若旦那よくかき回して飲んでます。かき回すってやつがあるか。茶の湯ってな風流なもんだ。普段使うものの言い回しはしない。お茶は立てるというな。あれいいですよね。最初にお菓子が出てくるんです。おいしいお菓子、あれが楽しいですよね。お菓子やりましょう。お菓子、お前はお菓子が食べたいだけだろ。いや、やろうと思うんだがな、子供の時に習ったんでな、すっかり忘れてしまった。忘れおかしいや。うちのお父さんよく言ってましたよ。習い事すんなら子供の時習えって。子供の時習ったことは年を取っても忘れないけど、年取って習ったことはすぐに忘れちまうって、そう言ってました。ご隠居さん、子供の時に習ったのに忘れちゃったんですか？変な言い方すんじゃない。子供も子供、ずいぶんと子供の時だ。ずいぶんと子供の時っていくつぐらいの時です？そうだな、あれは母親に抱かれてお乳を飲んでた頃だ。お乳を飲みながら片方の手でちぶさにつかまり、もう片方の空いた手でもって茶の湯を習った。
すごい時に習ったんですね。あ、じゃあご隠居さん、茶の湯知らないんですね。知らないんじゃないよ、忘れたん。やれば思い出す。うん、忘れた忘れたって、どんなとこ忘れたんです？うん、最初と最後を忘れた。真ん中は？うん、思い出せんな。それじゃ全部忘れたんだ。そう、全部忘れた。第一番にな、あの茶碗の中に入れる青い粉な。あの粉が何の粉だったかな。これが思い出せんな。いや、ここまで出とるんだよ、ここまで。あ、あれかな。知ってるのかい？お金ください。行ってきます。買ってきました。早いな、どこ行って何買ってきた？角の乾物屋で、青きな粉買ってきました。おぐいす餅にまぶす青いきな粉です。ああ、青きな粉、青きな粉、それだよ。いや、さっきもここまで出とったんだよ。青きなまで出とったんだから、そのしまいの子が思い出せんかったな。そう、青きな粉、これさえあれば茶の湯ができる。さあさあ、こっちお入りってんで茶室へ入りましたが、元より炭の使い方なんざ知りません。きれいに切られた炉の中に炭を山形に組んで種火を手伝わせるなんてことは知りゃしませんから、台所の消し壺から消し炭をつかむって、わしづかみにするってか、これを炉の中に放り込んで、いきなりしぐうちわでバタ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 仰いだからたまらない。煙もくもく、火はぼうぼう、茶の湯なんだか焚き火なんだか分かりゃしません。おいおい、さだや。へい。今日はな、お前がお客で、あたしが主だ。あたしがお客様なんですか？お客ってのは、あの、先にお菓子が食べられるんですよね。お菓子、おいしいお菓子。ごちそうさま。少しはお菓子から離れなさい。いや、茶の湯てえな、風流なもんだ。行儀よくしないといけないよ。ほら、襟元を正しなさい。へい。裾を直して、へい、鼻が垂れてる。なぜすするんだ。噛みなさい。うん、お前の後ろにな、茶の湯のお道具が置いてある。あれをこっちに持ってきなさい。へい、いろいろありますけど、どれ持ってけばいいんです？そうだな、まず最初は茶碗だな。へい、浅いのと深いのあります。どっちにしますか？そうだな、深い方が余計に入ってお得だ。大きい方がいいな。それからこの柄の長い一尺があったろ。お、これですか？これ随分と柄が長いんですね。うん、柄の端持って水飲もうと思ってもこれじゃ飲めません。それは飲むためのものではない。釜の周りで手が熱くならんようにな、長くできてよ。うん、それからな、あ、まだあるぞ。その粉を入れるものをよこしなさい。これですか？これなんてんです？ん？これ？これは粉を入れるから粉入れ。いや、蔵前の若旦那、夏目って言ってました。夏目？うん、そう、夏目とも言う。茶の湯てえな風流なもんだ。同じものでも使う季節によって呼び名が変わる。夏に使うから夏目、秋に使えば秋目、冬が冬目で、春が春雨だ。ご隠居さん、この大きな耳かきみたいのは何です？うん、それはな、粉を入れるさじだ。これなんてんです？これか？これは象の耳かき。蔵前の若旦那、茶杓って。茶杓？そう、象の耳かき、またの名を茶杓だ。それからな、ああそうだ、一番肝心なの、かき混ぜるものをよこしなさい。何です？かき混ぜるものだ。ほら、そこにあるだろ、竹でできていて先の方が細かく割れてて、一番先っちょがこうかじかんでるやつ。あ、これですか？これなんてんです？うん、これはな、茶ぼうき。これが大きくなると庭掃除に使う竹ぼうきになる。蔵前の若旦那、茶筅って。茶筅？そう、うん、茶ぼうき、またの名を茶筅だ。うん、これでな、道具は揃ったな。おお、湯の方も湧いてきたようだぞ。花はチリンチリンと言っとったがな、今はガ
ガッポンボッコン、ガッポンボッコン言っとるぞ。実に風流だな。この布団を取らんといかんな。あちっ、あちっ、おい、そこにある赤い雑巾を取りなさい。これですか？あれ、これ随分と手触りがいい。絹でできて。絹？雑巾が絹で。茶の湯てえな風流なもんだ。雑巾も絹でできて。これなんてんです？これか？これは茶雑巾。蔵前の若旦那、福佐って。福佐？そう、正しくは福佐だ。お前が知ってるかどうか確かめたの。これはな、お茶をこぼした時にこれで拭くから福佐ってんだ。よく覚えておきなさいよ。うん、これで取ればな。ああ、熱くない。これでいい。じゃあな、これからな、茶を入れてやるからな。まずはな、青きな粉をたっぷりと入れてな。ここへ湯を入れるんだがな、茶碗が大きいからな。ま、2杯も入れとくか。まだ入るの？今日は初日だ。もう一杯おまけだ。これでもってな、これをこうかき回すてえと泡が立つ。泡が、泡が立たんの？おかしいね。蔵前の泡だな、ちょいちょいってやるとすぐに泡が立っちゃう。泡が立たんとの、茶の湯の気分が出んの。少し力を入れてみるかな。やはり泡が立たんな。これはまだ何か泡の立つ薬のようなものを入れるようだな。あ、あれかな。知ってんのかい？お金ください。行ってきます。買ってきました。早いな。どこ行って何買ってきた？角の乾物屋で無垢の皮買ってきました。お、無垢の皮、無垢の皮、茶の湯の極意書にあったな。泡立ちづらきときは無垢の皮を用いるべしとな。この無垢の皮ですが、泡が立つことから昔はこの石鹸の代わりに使われてたんだそう。またこの無垢の木の成分サポニンっていうのにはこの下剤の効用があるんだそう。ご隠居さん、この無垢の皮を釜に直に放り込んだから釜はブクブク泡だらけ。おお、これかき回さんでも泡が出るの。手間のかからぬ即席茶の湯、いやいや手間いらずの簡単早茶だ。これなら泡が、おーおーおお、泡が立った立った。さ、泡の特盛りだ、どうぞ。何です？お飲みよ。お飲みよってこれ飲めるんですか？何を言ってんだよ、茶の湯だよ。世の中の人はみんなこれを飲んでる。私はいいですから、ご隠居さんどうぞ。お前が飲みなさい。ご隠居さんどうぞ、お前が先に飲みなさい。ご隠居さんを先に、私、これ飲み方がわからない。ん？飲み方がわからんのか。では教えてやろう。いいか、一度しかやらんからな、よく見て覚えておくんだぞ。まず、たたずまいを整え、茶碗の縁を親指と人差し指でつまんで持つ。手を添える。これを目八分の高さまで持ち上げ、ここでこれを三遍回す。三遍回したら手元に引いて、の、泡が鼻について飲め。泡を向こう岸に吹きつけて、こっち岸に泡が持ってく戻ってくる隙を伺っての。ここが茶の湯の難しいところだ。よく見てるんだぞ。こりゃ風流だ。ご隠居さん飲んだんですか？じゃあ私もいただきます。まず姿勢を直して茶碗を2本の指でつまむ。
手を添えて目八分の高さまで持ち上げて、ここで三回回す。手元へ引いて、青を向こうへ吹きつけて、隙を伺っての、隙、すぐ戻ってきちゃって、これじゃ飲めない。なんて顔するんだ。飲み込みなさい。さっさと飲み込みな。おい、誰がうがいをしろと言ったんだ。飲み込みな。はあ、こりゃ風流だ。風流だ、風流だてん。来る日も来る日も、朝昼晩、日に三度、欠かさずの茶の湯。なんたって、青きなこと、無垢の皮の煎じたのを飲み続けたわけですから、五六日も経ちますてえと、二人ともお腹の具合が。おーい、さだや、さだきち、へい、お湯沸かしますか？お湯はいいからそこへお座り。前からお前に聞こうと思ってたんだが、最近顔色が良くないようだが、どうかシェアしないか？お腹がピー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 下るんです。ご隠居さんも随分とおやつれに。そうか、お前もか。わしも腹がピーピー下ってな。ゆんべなんざ便所へ36遍も通った。お前はどうだ？私は1回きりです。そうか、若いからな、1遍で済んだか。いえ、入ったっきり出られなかったんです。